デフィユーの個人アカウントへようこそ。このガイドではウェブサイトの機能を紹介します。ダッシュボード、ダッシュボードセクションから始めましょう。ウェブサイトを開くと5つのウィジェットが表示されます。それぞれの役割を説明します。マイスプリットステータスには2つのウィジェットがあります。 Available Split は現在利用可能なスプリットトークンの数を表示します。トータルペイアウトスプリットはこれまでに支払われたスプリットトークンのソースを表示します。スプリットライセンスステータスはライセンスの制限の使用状況を示します。 Increase License ボタンをクリックしてライセンスを増やし制限を高めることができます。スプリットライセンスユーゼージにはいくつかの指標が含まれています。トータルスプリットリミットはライセンスの制限内で受け取るスプリットトークンの合計数を示します。すでに受け取ったトークンを含む。Available Limit はまだ受け取ることができるスプリットトークンの数を表示します。Used Limit はこれまでに受け取ったトークンの数を表示します。Global Split Status は現在市場に存在するスプリットトークンの数を示します。Reward Per Split は現時点で一つのスプリットトークンを保有することによって受け取れるウルティマの量を表示します。Current Halving Period は現在の状態で1日に市場に供給されるウルティマトークンの量を表示します。Next Halving Section では次のハーフィングが起こるまでのブロック数に関する情報が提供されます。ページをスクロールすると、ハーフィングルールに関するハーフィングルールズというウィジェットが表示されます。ウルティマの毎日の供給量は100万ブロックごとに減少します。2028年には1日に1つのウルティマトークンが供給されるようになります。このため、できるだけ早くライセンスを購入し、毎日ウォレットにウルティマトークンを受け取ることが重要です。いかに購入可能なライセンスとスプリットコントラクトが表示されます。レジェンダリープロモタブでは、レジェンダリープロモの範囲内に購入できるライセンスが表示されます。これらのライセンスを購入すると、スプリットコントラクトの購入制限とウルティマトークンが4倍に増えます。My Licenses。次のメニューセクションは My Licenses です。このページではライセンスキーズセクションで購入したライセンスのリストを表示しアクティベートすることができます。アクティベーションヒストリータブにはすでに使用されたアクティベーションキーの情報が表示されます。ライセンスキーズセクションには以下の情報が表示されます。オーダー番号、購入日、パッケージ名、アクティベーションキー、オーダー金額、ステータス、アクティブ、非アクティブ。アクティベーションヒストリーセクションにはアクティベーションキーに関する情報が表示されます。アクティベーション日、アクティベーションキー、購入制限のサイズ。マイコントラクツ、次のセクションはマイコントラクツです。このページではスプリットコントラクトの購入情報が表示されます。オーダー番号、購入日、パッケージ名、スプリットの数量、オーダー金額。スマートウォレット、次のセクションはスマートウォレットです。ここではスマートウォレットをデバイスにダウンロードすることができます。ペイアウツ、ペイアウツセクションに移動します。ここでは行われた支払いに関する情報が表示されます。トランザクション ID、 日付、ウォレットアドレス、金額、ステータス、ハッシュ、サポート。最後のセクションはサポートです。質問や問題がある場合はサポートにお問い合わせいただけます。以上がデフィユーのウェブサイトの概要です。ご質問がある場合はいつでもサポートにご連絡ください。